まだスカードンは復活しないのですか。はい、確かにドラゴンハートによるスカードンの再生は可能なのですが、もうしばらくの時間を要します。はい、どういうことですか。スカードンの力は私たちの予想をはるかに上回っていました。これを制御し操るとなると相当のマナの蓄積が必要となります。私は待つのは嫌いなのですよ。そうですね、今すぐにスカードンを復活させればどうなるのですか。はい、世界を滅ぼす力を持った野獣を野に放つことになります。そうなれば我が社も大損害を被ることになるでしょう。ここまで来て足踏みとは悔しいですね。しかしでも待つしかないでしょ。でもしますよ、急がせてくださいよ。そうでないとマナが溜まる前にあなた方の命がボーン。怖い。ついに第6章か。新天地キングオイスターシティっていうのはビネガーの会社があるところだよね。すげえ、なんかカジノやろうぜ。ここカジノありそうだね。そうか、もう汽車に乗ってきたんだね。おい、騒ぐな、田舎者と思われる。もうカッコつけだな、ビンタロちゃんは。ハンドルネームで呼ぶな。はあ、素敵。こんな都会で暮らすなんて憧れの生活の始まりだわ。あれだな、あの東京タワーが見えるところに住みたいみたいな田舎もんだな。うまい店もいっぱいありそうでごわす。夜の街というからには無風な店もありそうじゃ。この人そっち方面のことしか頭にないのかな。ま、それぞれやるべきことがあるだろう。しばらくは自由行動にしよう。お、やった、ちょっとこの街見ていきたいね。裏路地にあるホテルハバネロに5人で予約を取っているから各自でチェックインしてくれ。お、豚子が入ってない。なぜ足りてないのがわしの分と決めつけておるのじゃ。え、だってコブさんは床で寝るんでしょ。なぬ、すげえ、どういう扱いされてんだろう。よし、それでは解散。うん、じゃあちょっと行ってみようか。もう矢印がなんか立ってんな。お、すげえ、この街だいぶでかいぞ。ちょっと矢印の方ちょっととりあえず行ってみようか。ん、中に入っていくのかな、これもしかして。中に入る。あらら、 ここが入り口か。わかりづら。うん、うん、違うのか、矢印外になってる。どこに行けばいいんだろう。ずっとこっち。いいな、すげえ広いな。街の中を列車が走るんだね。列車っていうかトロッコみたいなやつかな。あ、ここだ、ホテルハバネロ。いらっしゃいね。お客さん予約してるか。ビンさんとさんね、待ってたね。ちゃんと部屋用意してるよ。お客さんこの町初めてね。よろしくね。わからないことあったらそこのバニラちゃんに聞く。いいよ。お呼びですか。ビネガーパレスね。知らない、使えないな。オッケーオッケー。まあまあ、欲しい情報が簡単に手に入るほど都会は甘くないよ。それぐらい教えてほしいよ。情報を手に入れたいなら街で人助けでもすることね。え、嘘、そんなことも手に入んないの。ちょっと3サイズとかちょっと聞いていこうか。最近付き合ってくれって言ってくるのが多くて、まとめて相手するつもり。あなたちょっと手を貸して。
こういうのやっていかなきゃいけないってこと？こっちに矢印があったから来てみたけど、ねえ、私の大切なキャベタがどっか行っちゃったの。なに、キャベタって、キャベ太郎、キャベ太郎をちょっと思い浮かべてしまった。キャベタはニックネームなの。ベジタブルってモンスターで、なんか犬&キャベツみたいな感じ。本当は自分で探したいけど、お外は危ないからダメなんだって。ねえ、お願い、キャベタを探してきて。これちょっとやるしかなさそうだな。冒険者さん、お友達がいなくなっちゃったの。多分お外に出たと思うから探してきてね。お外っていうのはサラミ荒野のことね。うまい棒か。じゃあよろしくね、探してきてね。引き受けた。これちょっと矢印が立っていたやつなんで、これやらないと多分ストーリー進まないと思うんでね。うまい棒でサラミってあるよね。これだ。お日様のいない国、やっていこう。出発。行くぞ。あのね。お、ちょっと出てきたぞ、いろいろ。宝箱やばい、この色はやばいぞ。ちょっとなんだろう、スナックジャンボ宝箱、何が出てくるんだろう。よし、お、なんかすごそうなやつがゲットできた。うん、ちょっとこっち行ってみよう。なんかちょっと中ボスっぽいやつが出てるけど、あ、これキャベタ。ちょっと待って、あー、そうだね、なんか言ってた特徴と合致するわ。なんか犬っぽ、犬とキャベツを合わせたような感じって言ってたけど、ちょっとサイズがちょっと違うんじゃないかな。でかすぎない？ちょっとちょっと姿がよく見えないし。おら、これはあのお嬢ちゃんが飼ってたの。よし、あともうちょいだ。痛い。ちょっとボス並みの攻撃力なんだけど。よし、ありがとうブルー、おかげで助かったブルー。助けてもらったところ申し訳ないブルーが、俺の野菜探しを手伝ってほしいブルー。どっから話しかけてんだろう。冒険者さん、お願い、キャベタを手伝って。あ、この子ね、このさっきの違うやつだったのか、勘違いしてた。ちゃんと可愛いやつだった。なんかよくわかんないけど、野菜をなんか探さなきゃいけないらしい。お、野菜あったんじゃないかな、もしかして。野菜は、ちょっと待ってよ、これか、これ野菜なの。ありがとうございました。なんか白菜っぽいやつだったけど、ダッシュしよう。ねえねえ、おかえり冒険者さん、ありがとう。キャベタ、怪我はなかった？大丈夫ブルー、冒険者さんのおかげでピンピンしてるブルー。すごい、この犬喋る。見た目キャベツだし、しかも喋る。冒険者さんに感謝だね。でもなんで野菜が欲しかったの？それはご主人に新鮮な野菜料理を味わって欲しかったからだブル。なんて泣けるやつなんだ。美味しい野菜料理を食べて身も心も健康になるブルよ。ありがとうキャベタ、今夜の夕飯が楽しみだね。なんかね、なんかそのうちキャベタが食べられそうだね。ご主人、野菜をハーギミに渡すブル、美味しく料理してもらうブルよ。行ってくるね。
世の中はままならないブルね。何言ってんだこいつ。ご主人に言ったことは嘘ではないブル。でも全部でもないブル。どういうこと？キングオイスターはずっと夜だブル。ご主人は知らないブルよ。降り注ぐ太陽の光というものを。だから美味しい野菜を食べて太陽の恵みを感じてほしいんだブル。そういうことか。太陽の恵み感じるかな。そうすればきっと元気でまっすぐな人に育つと思うブル、ね、今根性が曲がってるみたいな感じじゃん。ご主人は日に当たるという本来はごく自然なことを知らない。それも大人の都合でブル。俺は悔しかったブルよ。なんて犬なんだ。犬のくせにすごいご主人のことすごい心配してる、ね、冒険者さんありがとうブル。俺の気持ちも少し晴れたブル。もう一人では無茶しないブル。冒険者も体に気をつけるブルよ。立派な犬だったね。キャベツ太郎って言ったのをちょっと謝るわ。